2時、昼の12時です。なんか髪ボサボサ悔しい。起きました。ちゃんとお昼に起きました。起きましたとさ、すへおはよう。オラのハートありがとうございます。すげちゃんこんにちは。にってたんおはよう。先生こんにちは。今日は大阪でゆうと一緒、そうなんですよ、おいしゆうさんと一緒。コーチは名古屋におんの。くれなおはよう。ゆうおはよう。トランジロー100ほんまか、ありがとう。トラネコママこんにちは。ピコットこんにちは。真っ暗に、電気をつけていない。ちょっと暗いですか、許してください。今日楽しんで、今日ひろと会う日やねん。だから来てちゃんと。え、てか晴れてるくない？え、晴れてないんかな。どっか行ったよな雨。のぶおはよう。ふくのしんちゃんでおはよう。しんちゃんなな、しかわいい、ありがとう。起きれた。ほんまは爆睡 したかった。起きた。よっちゃんおはよう。マリモボーマリモボーやこんにちは。こたつおはよう。ひろっぴーだおはよう。仕事で留守番頑張れー。せやんな、平日やから。今日おはよう。夏季つながれ星ありがとう。はちちおはよう。ゆうはまおはよう。なこたんおはよう。はしおはよう。たけがきおはよう。はちちのファンレベルが10に上がりました。飼育員ありがとう。嬉しい、初めてだ、嬉しい。文化系おはよう。雨降ってるよ。あれめっちゃ晴れてると。もっとしやんからさ、やっぱ降ってる。やっほー、ファンレベル10、飼育員に嬉しい、ありがとう。やった。さきちおはよう。文化系おはよう。ゆうハートありがとう。ロックオン、こんにちは。ゆうくん、あそこの塩パン食べたらどこどこどこ。もう少しだ、また雨降るよ。ダメか、今日は晴れのままで行ってくれへんかな。ずー、こんにちは。なあ、今日も可愛い、ありがとう。じゅう、こんにちは。ゆうはまハート、ありがとう。今日出張先で大喧嘩、あーにゃー。そういう時もあるよな。そういう時もある、そういう時もある。手するしかないな。まあこんにちは。泉こんにちは。こっち雨やんだ。え、そう、僕らの東京もなんかやんでるかなと思ったけど、降ってるんかな。しゅんばらありがとう。なさちこんにちは。けんけんおはよう。くろみこんにちは。せめて19時ちょいに新宿駅着いた。え、こたつ今日いますか。わーい、お待ち申し上げております。おはらおはよう。山ちゃんの好きなパン屋さん、山ちゃん誰。てっちおはよう。通信制限的にプリクラ送りつけたので確認だけして OK。 通信ネキしに。アイコス、こんにちは。晴れたら行こうかな。晴れてるよ。雨でもおいで。ヨウくんが会いたいからおいで。ヨウくんおはよう。テッチおはよう。あら、だるまとハートありがとう。さっき眼科で目の手術したん。何の手術。ちょ、ミョウカもしたいそれ。待ってください、本当にミョウカちゃんですか。うん、みょうかです。すいません、すっぴんで。なんか雰囲気変わって素敵なお姉さん、ありがとうございます。で今ロングなんで、あのちょっとそんな感じでお姉さんに見えるかもしれないんですけど、ショートに戻りますよって思います。サムおはよう。明日の昨日の天気お疲れ様でした。楽しかった。なんかね、楽しかった。あのソロ見守ってくれてありがとうございます、みんな。めっちゃ緊張してたのバレてたらしい。オッピーおはよう。リュッキーおはよう。
なんか東京、そうなの、今日東京にねいますよ。ミストまで首をきれいにして、きれいに、大きれいにして待ってて今から東京向かう。え、来てくれんの、リュウキ。え、嬉しい、ほんまに仕事ちゃう、今日ないか、今日仕事。 T シャツもありがとうございます。カホにしま、カホにしてください貧弱なのはこの後曇りで21から3時雨となった。じゃあ帰る頃には降ってるけど、行ってる時は雨じゃない。それが一番助かるやべっちゃん、おはよう。ゆういち、こんにちは。よくこの後何時間ロング、9までロングです。オッペイ、おはよう。さとし、おはよう。ゆめ、おはよう。そらばち、おしょうへ食べに定期公園来て待ってるのに。シュンシュン、もうね、あのロング定期あと1回とかじゃうかなって思って、2回かな、どうだっけ、うち2回やで、みんな1回かもしれん。すっぴん、すいません、すっぴん、すいません、いっぱい寝すぎました。すっぴんなんで、結局ロングミューが見れずに、あ、それはもう世界の終わりですね。しゅん、網膜剥離、分からんけど大変そう、大変そうだ、大事にしてください。目に玉は大事なんで、大事にしてください。よくすっぴん好き、ありがとう。メイクも好きでいてくれよなん。うめー、口、ありがとう。ま、おはよう。宅外員、こんにちは。すっぴん、すっぴん、こいつ、メイクしたくて、出る出る出る、ありがとう。とばっちよ、約束通り行く、今回だ。楽しみ、ヒロに会えるの楽しみ。花屋オープン、ありがとう。大ちゃん、おはよう。網膜に穴が開いてたから、レーザーで、レーザービームってしてくれたのね。大事に、僕にできる方、おはよう。そら、俺も聞きたかった、またしますよ。ふかたが、こんにちは。エスパー、こんにちは。そう、予定通りミョクの呼べてたら最初にお願いする。あ、ほんまによかった。そう、あの、ありがとう、一緒に歌ってくれて助かったよ。超緊張してたから。1時まで仕事して終わってから向かえばいけるか。うん、お茶パンでも何時だっけ似合わんかもしれん。エスパン流れ、ありがとう。はい、じゃあ昨日ケンケンさん、そう、ケンケンさん来てくれてたね。たらちゃん、手紙ありがとう。ママのみおかちゃん、かわいいお姉さんだけ髪伸ばした大人、あ、そうなんです。もうね、これもね、心からあれなのでね。飼い主、おはよう。マル、おはよう。あのさ、すごいさ、喉がさ、最近チクチクしてきてさ、おすすめのさ、喉ケア知らん、みんな。コンビニで買える、コンビニ系で買える喉ケア知らへん。チクチクしてきた。かきつくらい激しい運動できなくてジャンプもダメってやで、しばらく。わかった。その地蔵の夕飯を楽しんどくみよく。ロングソーもう終わりやねん、なる今日までに会いに来て。なんか最後の方やのに全然使う、のぞっぷりし、うん、のぞっぷりしないように気をつけて。ゼロ、はよ、ぬる子は育ち、育ちます、ぬる子は。やーの、はよ、練習の横浜タイバー、まさきペラの時、お、うれしい。今日久々、あ、のつけてー、楽しみ、今日、今日楽しみ、今日楽しみ、楽しみ、楽しみ。あれだけしたさんやで。その前仕事ロング見れなくて気づいたら家の壁が穴だらけでしたし、流れすぎ。あたり、おはよう。石くん、おはよう。無理か、おはよう。マルハート、ありがとう。もちろん化粧品、みよくんも好きさ、嬉しい。化粧
薄いからほぼ変わらないよな。はるこんにちは。フライデーカバンに入れた、お気をつけてくるんやでー。レーザービーム心配心配してる。目のレーザービームバリ痛そう。ミョカもレーザービームしてガッくー手紙ありがとう。なんで歌ってるの、え口動いてたからパクパク。ガッくーおはよう、白くんでおはよう。でかくしきになったら今日寝りそうよね。来月もみんな僕のこと飼育してくれよな。今日楽しみにしてたのに、え嬉しい、楽しもうな今日、いっぱい話そう。次の時事前事件、次なんだっけ、ニオあれやった気がする、チェック衣装やっとしたら事前あるかも。明日まで大阪なので今日行けない、もう一回出張頑張ってね。はじめましてさんもこんにちは。お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃん担当、遠山美代香です。美代香って呼んでください、よろしくお願いします。よかったらみんなの顔くしてね、ルームフォロー待ってます。そろそろ美代香ちゃん会いに行きたいと思って、なかなか、うぞみんな忙しいね最近、寂しいぞみんな。キュウで小学生、小学生に戻ります。あ、VICS みんな教えてくれてる、留学参加ダイレクト、まあ、そうやんな、コンビニで買えるなんてそんぐらいやんな。でもさ、ダイレクトってさ、お薬みたいでさ、おいしくないんだよね。おいしくないんだよね。マシアンおはよう、今日の新宿の話、え今日会える、夕飯今日会えるってこと。あきらおはよう。今日ね、日本はちちさんと一緒なんですよ、嬉しい。石川おはよう。東京やったらドラッグストアたくさんありそうだけど、結局喉飴買った方がいい。ちょうだよね。そう、昨日ぐらいからキリキリし始めてきて、怖いしてる。どうしよう、喉が出なくなったら、喉が出なくなったら謎言葉。ひこちゃんこんばん。喉痛い時、龍角さんと紅茶系は飲んでる。紅茶、ご飯は紅茶とか。横浜にもいつか来て、そうですね、関東行くことあるから、横浜なんか8日行く気がするな。8日行きましょう。みんな8と22とっても来てほしいな。8はパシフェスで、22はマーキー祭ミニ、みんなとっても来てほしいです。よろしくお願いします。これ何日を見ようか、うるさいほどに。あきらオープンありがとう。組よくの発言からまんまん久しぶりな、楽しみ。今日も可愛いですね、ありがとう。みよくんからのレーザービーム行く。惚れちゃうね、みよかからのレーザービームなんて。危ない危ない、みんな避けて避けて。ニッキーこんにちは、ニッキーのお届けです、ありがとう。今月もいつの間にか飼育員になってビビって、毎月なろうぜ。セブンおはよう、グータラケロッピさん、お、はじめまして。ピンスポさんのファンの方かな。同じ CDC 事務所に所属してます、お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃんをバブル担当、遠山美代香です。よろしくお願いします。よかったら美代香ちゃんとも仲良しなってくれたら嬉しいです。ヤムハラお待ちしてます。お茶パーの綺麗なお姉さんた、僕お姉さん担当と思ってもらえてんの。しょ、追加会場から徒歩2分とかめっちゃ大きいスーパー銭湯が朝6時からお、いいね。来年保育園に入れます。ルチーナ25歳、次は覚えてみんな、25歳、5歳。いやかまるはよ、2時間はよ。ミストも行こうと思ったら耐えてみて諦めた、次の日仕事は日本目見る。そうだったの、ミストな、いっぱいいろんな人いるからな、お得やで。
みっくんおはよう。ズーパルベルジェシー帰り。ナイスありがとう。会えないよ、その前のコメよく表情。嘘ありゃ。ガーズおはよう。ビッティクッチありがとう。マーボンルベルジェシー帰り。ありがとう。みんな滑り込みシークイーン嬉しいぞ。あよすもワンレベル10初めてのシークイーン入り、ありがとうございます。嬉しい。ナバルおはよう。エンピーおはよう。ケンジおはよう。お薬やで。お薬美味しかった。効くと思う。まずいほど効果。僕の粉薬めっちゃ嫌いやね。なんかね、ちっちゃい頃、まあ、お薬といえば、まあ、錠剤が粉じゃないですか。で錠剤でずっと頼んでたんやけど、なんかどうしても粉しかないお薬があって処方されてたけど、僕ママに飲んだ飲んだ言うて一回も飲んだことへんないね。もうね、それくらい粉薬は嫌いなの。シュンシュンシュン。だから美味しそうなお薬をしてた。レベル10ギリギリ間に合った。やーい、ありがとう。嬉しすぎる。今日新宿美味しいからのおちょぱ最高やんとか。あ、なるほどね。なるほど、最高やろ。まっすぐおはよう。なるへんで仕事もしない。みーくん早めに来てくれなきゃ。まだやるぞ。8日来るか。あれか、ほんま。どんなのかな。埼玉とかやった気がするねんな。よかった、みよくの X をチェックしてみて。ゆういちきら、おはよう。なるひ、おはよう。15分経過。おちょぱと一周年のまだ最終日の TikTok もツイートできてないから頑張れ。よしよし、頑張れ。楽しみにしとるぞ、みよくん。ミスト炊いてみたけど、おちょぱいける。ほんま、やったー。嬉しい、ありがとう。そう、ミストフェスに初めておちょぱ出演させていただきます。2本あったかな。お待ちしてます。嬉しい。なんかすごいすごいアイドルさんいっぱいで、すごい楽しみ。ヨマちゃんおはよう。ハートありがとう。5歳、25歳で、ね、シューンおはよう。1190日パチパチ、ありがとう。6月8日行きますよって、東京みんな、ありがとう。生後 2.5 ヶ月、あ、違います。エリア、こんにちは。さゆにゃん、こんにちは。そして、あの自販機でコーラ、あ、ヨカもコーラ買っちゃおうかな。ヨカも買っちゃおうかな。イラハート、ありがとう。こんにちは。遠山美代香の遠山ですか。遠山さん、こんにちは。赤字、こんにちは。ミオくんが25歳、5歳からの、え ?25 歳もミオくんだって、もうこの世に誕生して20年経ちますからね、皆さん。意外とね。きっと経つよ。ヒゲチー、こんにちは。ミオくんはいちごシロップの、それがいい、買ってきて。いちごシロップお薬でも、あれも苦いんだよ実は。知ってた。いちごに隠してお薬入れてるわ絶対。知ってもらう僕。あ、まひー、みよかちゃん、やわ、かわいい。まひ今日いる？いない。まひちゃん、いつかみよく撮影が一番最初はやんな元気。お、やった。今日間に合うかもしれない。間に合う。みおくんにマヒチューさせろ。声がやばいやばい。声が終わってきたぞ。みんな助けてくれ。ふさいちゃんの飲みなさい。ごめんりんご。すぎちゃんおはよう。くらちゃんおはよう。くしたおはよう。まるママに飲んだ言った。こんなこと飲んだふり。え、そう、ちょっとしたあー、ちんちらパンレベルジャーシーク入り、初めてのシーク入り、ありがとう。ゼリーと混ぜて飲んだら意外といけ。ゼリーが美味しくないものになってしまっているで。それでいいんか人類。ミスト初めてでしょ。そうそう、
体調次第で他のグループのライブ見れるから勉強にもなるとか。そうやな。あつさんはよ、私事ですがこの度結婚します。ゆめわさんはこちら僕ですか？違うから。え、遠山美代子しか会えてないですよね。エアガキおはよう。クク言えなかったから。え、クックはむずいで、みんな知らんかった。埼玉できた、そうなんや。これは頑張ってほしい。もう頑張れ。薬飲んだ TikTok 嫌や、嫌だよ。飲みたくない。りょうかな、はじめまして。お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃんだ。どうぞ、遠山美代香です。よろしくお願いします。りょうって呼んでもいいですか？ぜひ仲良くしてください。たっちゃんこんにちは。お薬飲めたんで見たゼリー。おっと、薬飲めたで飲めなかったんだけど。薬飲めないね、だった。甘かっちゃんこんちゃ、こんちゃん。にゃーみもまるレベル強しいくいに、ありがとう。今日いっぱいみんなギリギリしくいに嬉しいぞ。そう、最近な配信時間が短いからな。お前もっと配信しろって言ってください。どんだけ嫌い、めっちゃ嫌い。あつたハートありがとう。でもダイレクト飲むかな、ね、喉は大事やからね。間に合ったらスーツで参上する。あ、麻痺スーツ楽しみ。100ツルツルピッカーありがとう。たこ焼き、おはよう。薬飲めなかった。あゆちゃんに無理やり薬、やだ。私ごと隠す夢が隠す夢なんだ。なんでやねん。なんでやねん、本当に。なんかも薬飲めたね。え、でしょ、薬飲めないんだよ、あれ難しいんだよ。いや、戻るね、仕事頑張ってね。ファイトです。うん、嫌いって言われたら今日、いや、そんなこと言ってない。薬に対しては言ったけど、言ってないから来て。ヒリヨーフンレレジュシークイリ、ありがとう。今日もだるま、だるま、ありがとう。もう3歳自身、嫌だ。ねるねるねるとかに4番の粉としてうくって入れんとって、ねるねるねるってあんま好きちゃうし、みよくあんま食べへんし、そもそもねるねるねるあんま食べへんし。ちょくちょく水、あの水タイム取らせて。声ガッサガサやから。見た生誕ライブとかスケジュール予定、あ、出てないですね、まだ何も。え、でもあの考えてんのが、あのね、リニューベがあるから10月の予定ですね。10月のまあ前半らへんかなーみたいな。みんな絶対に来てくれよな、誕生祭。ちょっとさ考えたんやけどさ、あのまとまりきらんくて、やりたいの多すぎて。どんなライブにしようか迷ってるんやけど、どんな美代香みたい、みんな。大ちゃんおはよう。とりあえず寝る、あ、とりあえず夜勤明け、早起きで病院行って手術とか寝る、おやすみ。いっぱい寝てんの。みょうくん今夜あるた仕事行けない、応援してるよ、ありがとう。よかったし、ありがとう。今日病院で薬もらうから分けて。え、いいのとか言って。とりあえずほろ酔いになって寝てから飲んだらなんとか。確かにほろ酔いはもう味覚なくなるもん。嘘、全然あるわ。来週の台湾楽しみ。またね、夕飯は。ありがとう。しみっちゃん
ゃんおはよう。10月、そう、前半2週目ぐらい、どっちかのルーツじゃないかなーって勝手に思ってるよ。違ったらごめんね。ようやく休憩お疲れー、尊い、ありがとう。みゆくん生誕散歩会行きたいよ、ぜひ。今年もすると思うのね、ぜひぜひ。あ、みんなにさ聞きたいんやけどさ、急になんか生誕話してごめんな。あの散歩会よね、9月ってやっぱりリリーベでこうね、こうみんなもう金銭的にとか予定的にさしんどいと思うねんけどさ、9月の誕生日あたりにお散歩会1回するか10月に全部まとめるか迷ってて、みんなの意見が聞きたいなみたいな。どうかな。それだけは絶対行きたい、待ってる。バーもしたいからね、今年もう泊まりかけで来て。あなたこんばんは。なんか等身大パネル何個置いてどれが本物でするしようかな。わかるやろ、分かってくれ。めっちゃ苦いね、病院の薬めっちゃ苦いよな。散歩会でお寿司食べた、たくさん食べさせた、食べない。薬飲んだかも、曖昧になる。え、そう、それはあんまよくないね、飲んだって思い込ませない。こういう時はどんなミョウカみたいか知って、あ、まあきっとかっこいいミョウカ。なあ、したいな、ダンスだけとかしたいんやけど、もうそんな能力は僕にはないかもしれないわ。どうしたもんか。制服着てライブに参戦中さん、おはよう。ミョウカセットサンプから朝食バイキング行きそう、そう行こうな。りょうすきん、おはよう。あらくん、ありがとう。あ、ひろぴーなう、ありがとう。今日はね、1時ぐらいまでする予定だよ。よかったら付き合ってね。早めに発表したけど、どっちでもいい。おーまにー、なんかさ、こう、当日さ、会いたいじゃん。え、もしイベントがなかったらやけどさ、リリーベとかさ、何曜日か忘れた、木曜日じゃなかった気がするねんな。錠剤が楽で、そう、錠剤がいける。バーってミルクミルクバーにしようかな、牛乳のみ。薬飲んで席は、まずよかったー、大事に。今日は望遠鏡持ってった方が、うん、見える見える。そんなんじゃな、見えるって。大阪のお寿司屋さんリサーチした、お、調べてくれてる、東京とか。りょうすきん、あら、ありがとう。お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃんパープル担当、トンヤマミオカです。よろしくお願いします。りょうすきん、ぜひ仲良くしてください。かつきおはよう。私が男だったら当日だけは何とか会いたいと思うんだ。ライブ入ればなし、ライブなければ、え、そうそう思っててね、会いたいじゃん。入れても怒んない。もしあのやるとしたら早めに決めるね。そう、2ヶ月前とかには決めれるようにしとくので。ヘタさん行くなんて言わない、行きたいけどって、これたら待ってる。ともやさん、はや、東京でいいなって行こう。あ、ほんまに東京でもなの、散歩するから、ぜひぜひ。あひれご飯です、パイ食べましょう。はい。ありがとう。おつみよ、おつみよ。中古場所に迷子にならないように頑張るので、お散歩会、あ、よろしくお願いします。やった、よく今東京、そう東京にいるよ。手が早く知れれば、そうやんな、早めに出しますね、何事も。私は考えてんのが、
まだ何も許可もらってないんだけど、お散歩会は同様生誕祭バーしたいなと思ってて、お迎えは迷ってる迷ってます。お迎えとバーバーはやりたいけど、お迎えは迷ってるみたいな、そんな感じ。今年次一番レベル10、シークイリーありがとう。でも OK、 ただ早めに詳細とか受け付け、そうだね、それは出します、それは絶対出します。望遠鏡じゃなくて双眼鏡で足りるよって。双眼鏡遠すぎやないか、もうこんなんやと思うんでもよく大阪って、あ、そう大阪は、あ、散歩の場所、え、なんばか梅田やと思う。よくゼロ番でも探すんだよ、なんでやバカ探してくれんや、俺は。よく誕生日当日にすでに予約、お、早っあつきおはみよ、東京生産結婚さ、お楽しみやな、それは。ワク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 たちおはよう、エスパ流れ星いっぱいありがとう。たちゃんおはよう、キャホハートありがとう。内容はともかく日付だけ先に確定したそうやな、早めに決めます。日曜日楽しみ楽しみ、え、土曜日はまた寝る、その日もお休みする日。パちゃんタコありがとう、ひらさるかわいいありがとう、ハヤトペロがよー、たーちゃんハートありがとう、しんちゃんもハートありがとう。あとは親の様態さ、そうやな、何の段言うたら行く確率高い、もう暗記しようかなナンバーパークスもなんだかんだお店いっぱいあります。あ、そうやな、そうそうそう、ありそう。いや、こんにちは、しげちんぱんレベル10シークイリー、ありがとう、嬉しい。じゃスクショしていくかな、今月何やったか、なんか微妙。え、じゃあね、あのな、かわいすぎて、あのみさきさんに、みよかちゃんこれ着るとき教えてなってみよかちゃんっぽくなさすぎて楽しみって言われ、着ますよ、ちゃんと着ますので待っててくださいかわいいかな。最近ゆなちゃんも着なく、みよかちゃんも着て、え、ありがとうゆなみを、ゆなみを沼にいっぱいハマっちゃって結構見てくれてるんかな、ミニオンさんのファンの方。今度な、またご一緒できるから、のお母ちゃんも見てあげて、両親いいですか僕みやくん生誕散歩会、目玉朝食バギー、小さいツッポン、ツッポン初めて食べる。同僚散歩会はできないと思う、ごめん多分できないと思う。なんと、そう、楽しみに待っててできれば場所も選べない、わかった、頑張る。な、10月にするとしたら、だいたい3ヶ月前とかに、あの、社長とかにお願いできるから、だいたい出ても7月ぐらいかなって感じです。把握お願いします。この前、主演後物販2時間ぐらい空いてたので、ブラブラ、あ、そうなん、土曜日、あ、家のやつか、了解了解。大阪のお寿司さんって、と、じゃあ、あんま寿司屋とかばっか言ってるか分からんねんけど、あやなさんいつの時出てくる、お、でもどっちか分からへんね、当日にならないと。だからどっちも取るしかないな、じゃあえらいやら、こんにちは、僕すっぽんが好きだったの。おいしいんですか、すっぽん。でも食べるよね、日本人も。散歩会ラーメン、ラーメン欲しごする、え、頑張っちゃおうかなでさ、おはよう、正直いろんな色ものもあったか、めっちゃ待ったけど、みよくん黒好きって、そう、可愛かったですちょっと頑張って、みよくんが切りきます。いや、みよくんやったら切れると信じてちょっと初めな、違和感しかないやろうけど、のみかちゃん時期買いました、使って、しゃべりたかった、はやとペロしゃべりに来たやべ、今日も可愛いの、おはよう、おはよう、バラナスじゃん、お、
え、楽しみ、え、ワクワク、早く10月にならんかな。よく遊びほんま見て、今日さめっちゃむくんでんねん。ほら最近ね、目の調子悪いんです。みおかの目はこんないかついです。もう食べ過ぎたまーはよ。あ、はしー、わたわたわ、飼育員よかった、上がれた、ありがとう。スクショして、たっちゃんおはよう、ゆきにゃんおはよう。私はラーメンなら3、え、3玉食べれんの、かっこええ。世界結果入れたくなる、よかった。さあ早起きしてよかった。今日な、頑張ってな、11時半にアラームかけてん。だから今からもう帰絶対寝る。昨日お腹かめ、見えないから、衣装は見えないから。ラーメン屋さんのモノマネしてや。体調、え、腰ね痛いけど、でもいかつくないぐらいやから多分耐えてる。そうそう、目がいかつくてトータルさちびっこにしかならない。このいかつい目でも許してくれる。俺の目もこの頃調子悪い、食べ過ぎ、あれ、おしめに似るって言うらしいで。ちょ、水タイムちょうだい。なんでなんでなんで、うん、あー黒じゃない、もう一着は一番安かったけど、え、めっちゃ可愛かった。どっちも可愛いとは思ってるね。みおくん、なんでしょう、昨日みおくんのソロ最高。え、ほんまにありがとう。昨日はね、久しぶりにあのソロ歌いましたけど、ソラシド、ボーノさんのソラシドねーねって曲をね歌わせてもらったんですけど、ねー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 って曲なんですよ。十分可愛い、嬉しい。だって144センチ。腰と腰、腰と肩、え、わかる、痛いよと。初めに言って何も言えなく、あ、よかった、危ない危ない、ソロ聞きたかった、だからおすすめしたのに。体調不良はでもしょうがない、いっぱい寝るんだぞ。今年は何作って、え、ね、何、え、今年もオフ会したら来てくれ、バーとオフ会しても来てくれる、ふーちゃんだった。ふー、おはようございます。とかまで読んだかな、調子は似てん、似てんな、ゆーくん、なになに、カバーしてた曲全然聞いたことなくて変わるとかあった、私も、え、そうだよね、だからよね、キュッキュッとか。じゃがな、おはよう、ゆきたん、おはよう。山のラオフ会はしません、だけどオフ会、え、ね、微妙だよね、どっちかにした方がいいかな。千葉さんはよ、新曲もいいよね、でててか、しゅうよ、チュチュチュ大好きだよ、チュチュチュ大好き大好き、この気持ちいいだよ、ひたすらしたお尻閉じこ、え、ちょちょちょ、あ、ごめん、社長、あ、ふーちゃんでした、ピンキースパイスさん、仕事行ってくる、ダッサー、え、マジでマジで、ほんまに、え、なに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 、
嬉しい事になってきました。ありがとうございます。高身長アイドル、あいちゃんだったけど、低身長アイドルランキングがあった。な、今なんか、高身長アイドル流行ってるんでしょ？低身長も流行ってよ。さっきおはよう。おか、あ、誕生日のな、話してて、お迎えとか、もう、どうかな、みんな、来てくれるかな、みたいな。お化け屋敷、ノー！ノー！俺はバーとお迎えどっちもあ、どっちもあったら行く気で、ほんま？やった。胸キュン、こんにちは。待ってよ、なんで今度も、え、すいません、玄関ね。あ、すいません、玄関で配信、あ、すいません。波動波動。波動波動。波動したいね、おかえ。にりゅうグッドンペンライトありがとう。え、はがきゆくんおはよう。にりゅうこんにちは。続々とピンスパさんが来るみたいやから、ちょっと隠れとこうかな。フライングないんだそう、ノロ。え、やだ。キャッカ。キャッカ。なるほど、ミョクに。玄関で言うから、ねえ、違う。ちゃんとな、あの、お茶っぱメンバー寝てるし、同じ回で配信するのは、すごくご迷惑やなって思ったから、玄関で。そう。上はさ、ミスキス、スタッフさんがさ、仕事してるからさ、なんか邪魔やんか。どこっても邪魔やからさ。玄関にさせてもらってるわよ。まあ、玄関言うても、倉庫みたいなとこで配信する。みおくん玄関に座ったの自分に。みおくん VS ファン、え、喧嘩さらにくらい、ここらへんやな。そうやな、千葉先生さん、ふーちゃん、ふーちゃんさっき来たよ。今来た、教えてくれたよ。あなた続々来るかもですって。タワーオブテラーの、いやいや絶対タワーオブテラーが一番世界一面白くないと思って、ごめんなさい、好きな方いたら超失言。ワンちゃん子供なのに気遣い、あ、いや、ありがとう。怖い話がめっちゃ怖いな、お子、ありがとう、マネキュン。ぜひみおかのこと好きになってください。倉庫は、じゃあ倉庫の自己紹介をしたいと思います。はい、まず入ってとトイレットペーパーがあります。あとは何があるかよくわからへんが、ここちっちゃいから邪魔じゃん。うるせえ。いや大丈夫、なんかこんな広いから大丈夫やで。ほら全然玄関言う玄関ちゃうからな。さあ何があったん、おはよう。夢ではピンスパの半分はよくやこう、え、なんですよ。どんどん事務所の先輩になっていく。いやでも一番後輩の気持ちでね、僕誰も先輩なんて、あ、みんな先輩やと思ってるから。エピファンデメです、シーク入り嬉しい、ありがとう。玄関、犬は玄関で飼う人、誰が犬や。今日で東京、え、どこ行くん、決まってんの。トイレットペーパーの倉庫、トイレットペーパー番しとくわ。うん。福岡どうなんや、遠いな。毎日明太子送って。パッと見ご飯、もう後輩でいいですよ、もうタメ口聞いてさ、ほんまに。明日から東京、え、そうなん、何しに行く。バンヒおはようございます、みんなに言っていくシステム、後輩ずらして。事務所の使って、例えばカナ使っていて。リュウクこんにちは。悪い日来ても吠えなさそう。ほんま。くかな、カノンさんかな多分。
待って、そろそろ終わろうかな。ちょっとピンスパさんが集結みたいで。え、待って、でも終わりたくないな。え、終わろうかな。終わってもいいですか。でもこの後11時から、みんなこれだけは言いたい、ミクチャ最終日なんですよ。ミクチャ最終日で、今ねやばいんです。現在と今4位で、3位キープしたいし、動画2位になりたいしっていうわがままだけここで言っとく。わがままだけここで小言のように言っとくね。言っときもよろしくお願いします。やばい、また来はりましたね。どうしよう、恥ずかしいからこっち行こう。やばいやばい、恥ずかしい。でもバレたくないねん、できるだけ。さあ、ぼちぼち終わりまで。みくちゃん最後はね、さくらちゃんが22時から23時ぐらい、違う、23時からやってて、それの僕らはちょっとだけ出ます。あー、さなげた夜ありがとうございます。エリ様でした。すいませんでした、本当に。やばい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 、本当に終わりますね。ありがとうございました。邪魔でっぽい。ずっとまた17時から配信するので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。おはようございます。すいません、急にすいません。エリリンまた後で来てくれるし、エリリン様が来てから終わる。まだでもなんか忙しそう、集合して、多分今からなんかあるみたいなんで。すいません、ミオカが時間かぶせてしまったのが悪い。すいませんでした、急遽終わらせていただきます。ミオ、また17時に会いましょう。よろしくお願いします。ごめんね、急に。今日はアルタキースタジオさんでライブありましたので、お待ちしております。おつみよでした。